どうもこんにちは、です。こんにちは、ヘギンギだ。はい、皆さん、先日はですね、本当にありがとうございました。何のお礼かと言いますと、アトコスメ東京で局の初めてのポップアップ、僕自身がやるポップアップということで、今回7つのブランドさんにご協力いただいて、アトコスメ東京さんでビューティフルスキンフェスという、皆さんの肌の味方となるためのスキンケアの組み合わせとかも含めた7つのブランドさんからそれぞれ3商品ずつピックアップしてポップアップをさせていただきました。そしてですね、日々たくさんの方が来てくださり、そしてたくさんの方がご購入もしてくださり、さらには日曜日に僕も来店イベントをさせていただいて、たくさんの方が僕から直接リーフレットを受け取っていただいて、本当に皆様ありがとうございます。外に列が並ぶぐらいまで本当にたくさんの方が来てくれるとは、スキンケアの診断とかも僕がその場でさせていただいたりと、そして1階から2階に上がる階段にも質問コーナーもあったり、2階にはヒョクのコスメ部屋をね、再現したコンセプトのものもあったりと、そしてアトコスメ内でしか見れない限定動画をお店の中でずっと公開していたりと、自分で言うのなんですが、ひとまず5月のアトコスメ東京さんの方でのイベントは大成功だったんじゃないかなと思います。ということでですね、どんな内容だったか、直接足を運んでくださった方もめちゃくちゃたくさんいらっしゃったんですけれども、中身まだ完成品とか、あと出来上がるまでのものとかも、お見せできていないものもあると思うんですね。結構アトコスメ東京さんのあのポップアップのスペースって、いろんなブランドさんとかが結構定期的にやっていらっしゃるんですけど、僕みたいに一人のクリエイターが複数のブランドを呼び込んでやるっていうのは、アトコスメ東京さんの方でも初めての今回のイベントだったそうなんですね。というのもあって、今回撮ってきました。開店する2時間ぐらい前にアトコスメ東京さんの方に行って、完成のものを動画でも撮らせていただいたり、何もない場所からビューティフルスキンフェスが出来上がるまでのタイムラプスもございますので、映像もすごい楽しいので、よかったら見てみてください。そしてアトコスメ大阪の方でも、ヒョクのポップアップビューティフルスキンフェスが1週間開催がございます。なんと、もうすぐなんです。こちらの日程で行います。今回の大阪の方では、ヒョクの来店イベント自体はないんですけれども、ビューティフルスキンフェスの全てのこのイベントだったりとか、お店の中でのイベントですね、もちろんガチャガチャのねイベントだったりとか、サンプルがバーってカゴが円を囲むようにあって、その中からもサンプルがもらえたり、あとは TikTok のフォローしている画面を見せるだけで1個もらえたりとかね、そういったものもあったり、あとガチャガチャだったら運が良ければ現品までもらえたりとかね、現品というかあのパックなんですけどね、そういったものもあるので、本当に来るだけでもタダでもらえるものもたくさんあるので、アットコスメ大阪の方にもぜひ皆さんビューティフルスキンフェスを楽しんでもらえたらなと思います。そしてもちろん今回大阪の方でも、皆さんの肌悩み別に局が思うスキンケアの組み合わせ例ももちろんございます。さらには大阪の方でも、もちろん大阪と東京同じ動画なんですけども、そこでしか流れない限定動画もございます。ということで、アットコスメ東京でのヒョクのイベントの様子どんな感じだったか、これを見てアットコスメ大阪もうすぐ開催しますので、皆さんぜひ足を運んでいただけるかどうか検討してもらえたらなと思います。それではその時の映像がこちらでございます。どうぞ。来ました。わあ、こんな大きいんだ。でっけえ、僕の写真。まだね、全部完全な状態じゃないんですけど、ほぼほぼできてるってことで。おお、すげえ。これ登ってきたらすぐ見えるんだ。そう、これをコンセプトにしたかったんですよ。僕のお家のコスメ部屋をコンセプトにしたかったので、こういうなんかラフなソファーに寄りかかっている、本当にこの感じですね。ここはもう今回の一緒に僕とあとコスメポップアップイベントを作ってくれた7ブランドさんの商品をコスメ棚として、うちのコスメ部屋を演出してちょっと作ってるっていう感じですね。すごい。あ、こちら今回の局のビューティフルスキンフェスのイベントの概要とかがあって、まずはフォローしてくれた方にはサンプルボックスから1個もらえるっていうで、なんとガチャガチャが今回ありますので、税込み3300円ですね。以上ご購入いただけますとガチャガチャを回せるっていう楽しいイベントもあって、そのガチャガチャの中にはサンプルが2個から5個までもらえるものがあったりとか、本物のこのブランドさんのパックが1枚ついていたりとかもするので、よかったら皆さんガチャガチャを楽しんでいってください。実はですね、2階の方は僕がどういった肌悩み別にこういったスキンケア組み合わせを使ったらいいかっていうコンセプト別にスキンケア組み合わせを紹介しています。例えばこれですね、乾燥肌で毛穴の目立ちが気になる人だったら、使用例としてまずアクニドクターファーストブラックディープクレンジングフォームを使って、その後 SNP のゴールドコラーゲンエキスパートトナー、そしてベースベイキーはお持ちのもの何でもいいので使って、そのあとドクターペプチドのペプチド
スボリュームマスターエッセンス、そして最後クリームもお持ちのもの、こういう風にですね、絶対的にこれじゃなきゃダメですよってものじゃなくて、これとこれとこれさえ押さえればあとは好きなものを使ってもいいですよっていう風にしっかりと皆さんのお持ちのものでも対応できるように選んでおります。なんでこれを選んだか詳細気になりますよね。それが全部こちらの動画に映っている内容がコンセプト別におすすめしているスキンケアの組み合わせが載っておりますので、よかったらこちらもぜひアトコスメにいらっしゃる際は見ていってください。おお、一回お湯をしたんですけど、階段部分、今ちょっとまだ電気があれなんですが、この階段部分はですね、皆さんからたくさん質問いただいたもので、その中から一番重そうな悩みとか QA を、僕がピックアップして、ちょっと文字数制限があるので階段部分の回答はすごい簡単になってしまうんですけど、こんな感じになっております。すごい。ということで1階に戻ってきました。ここにバーって今回の協賛のブランドさんたちが並んでいて、全部局のピックアップアイテムということでこういう風に並ばせております。あ、これが今回のリーフレットですね。でこれとはまた別で、19日は19日に来場限定 の, リーフレットをお渡しする予定です。これとはまた別のものですけど、一旦これは来場者全員に渡せるリーフレットですね。さあ、ということでいよいよ本題のメインの方行ってみますか。うわ、でけえ。あ、ガチャガチャここになったんだ。でこれもですね、実は動画僕別で撮ったんですよ。これはここでしか見れませんので、皆さんぜひともアットコスメいらしてみてください。ここには皆さん見えているのが、これは各ブランドさんから今回無理やり集めさせたサンプルたちですね。すっごいたくさんあります。でこれらがなんとガチャガチャから出てきた個数分もらえるという、いやもうずらーっとあるのでね。あと僕のレビューで気になったものがあったら、ぜひそれを手に取ってみてはいかがでしょうか。でここにいよいよ僕はですね、4つの大きな部門に分けてジャンル分けで一応置いております。まあ、今回一応、オフラインのイベントなので、オンラインとはまた違ったね、薬機法だったりとかいろいろこう条件があるので、いつもの動画とはまたちょっとガラッと違うスタイルではあるんですけど、でもこれはこれで、ね、皆さんの手元に取りやすい、あとは皆さんが聞きなじみのある言葉がセレクトしてあるので、分かりやすい商品とか、あとは文字になっているかと思います。例えばここだったら毛穴スッキリケアですね。こっちはクリアな素肌ってことで、こちらは SNP とかドクターペプチがあって、こっちはエイジングケアですね。はい、一番奥が艶やかな白玉肌という風にさせていただいております。まあ、今回本当に選んだ主な理由としては、全部成分を僕が注目して選んだ商品たちでございます。いよいよあと1時間ちょっとでオープンとなります。もう東京の方でね、この動画を見て気になった方は大阪ももちろんやりますし、こういったイベントもありますので、よかったらぜひとも皆さんいらしてみてはいかがでしょうか。さあ、それではですね、皆さんまだお見せしていないかもしれないので、こちらが完成するまでの夜通し僕のマネージャーが付きっきりでタイムラプス動画を撮ってくれたので、その努力を皆さんぜひとも見てみてください。こちらです、どうぞ。でこちらがですね、ご購入金額が税込みで3300円以上だと、ガチャガチャが、1回だけですね、回せるということで、僕がまず1回やってみたいと思います。おお、出てきた。でここにサンプルが何個もらえるかが書いてあったり、各ブランドさんに用意してもらったパックが書いてあったりするんですけど、僕はじゃん2ってことはサンプル数1番…え、待って、ガシャガシャなんか一番僕今運が低いのに引いた。僕が逆に2をもう先に引いといたんで、皆さんもっといいのがたくさん入ってると思います。ということで、例えばこうやって2って書いてあったら、ここにあるたくさんのサンプルから2つ選べるということですね。例えば洗顔フォーム、僕これ本当に大好きで一群で、去年も別コースに自分の入れさせていただいたんですけど、これとマイクロパッチ、いいね、これ原価高いよ。ぜひとも皆さん楽しんでいってください。はい、ということでアトコスメ東京はこんな感じで非常に盛り上がっておりました。局の来店イベントもですね、お客さんちょっと顔が映らないモザイクがかかっていたんですが、お店の外にも列が並ぶぐらいたくさんの方が来ていただいて、本当にありがとうございました。ということで今回大阪の方でもやりますので、もう一度局がピックアップした7つのブランドをですね、簡単にご紹介いたします。
まず一つ目、いや非常にですね、このピンクグルタチオンのデイリーパックがめちゃくちゃ売れましたね。っていうか最初の何日間でもう売り切れになっちゃいまして、急いで急いでミルクタッチさんがちょっと在庫をなんとか補充してくれたりもしたりとかしてたんですけど、あっという間に売り切れになってましたね。現地で見つけて、もしね現品があったらね、ぜひとも3つともマジでおすすめなので、ぜひ手に取ってみてください。ピンクグルタチオンは本当にね、最初の匂いさえ乗り越えられればめちゃくちゃいいパックなんですよ。純グルタチオンを 7000ppm 配合してるんですよ。しかもデイリーっていうね、だからこそ他の余分な成分とかあまり重すぎないような成分構成にしてあって、そこがすごいね僕自身も気に入りましたね。つける瞬間はやっぱりどうしてもグルタチオンの独特なね硫黄っぽい香りがあるんですけど、多分ね5分もしないうちに慣れます。この香りを乗り越えるとめちゃくちゃ美肌に近づきますし、抗酸化作用って言ったらやっぱりグルタチオンですからね、これからの紫外線の時期にマジでおすすめです。他にもやっぱりねミルクタッチといったらヘデラヘリックスですよね。シカや T3 と並ぶ鎮静成分としてもすごい優秀なものですね。なのでミルクタッチのヘデラヘリックスのパックでデイリーパックをちょっと探している方はこちらもおすすめです。あとはシンプルにこちらミルクタッチのヘデラヘリックスのクリームですね。これもすごくねテクスチャーも弾力性もありながらも、でも伸びはすごい良くて、で保湿力も高いし香りもすごい安らげる香りですし、そこがね使いやすいですね。あとはもちろんニキビ性肌とかニキビ緩和をしたい人にもおすすめできる鎮静向けなクリームですね。ということで今なんだかんだ話してる間だいたい3分ぐらい経ったんですけど、もうすでに匂い全く気にならなくなりました。最初だけね耐えれば OK です。前回動画でお話しして、これをつけててどうしても剥がした後にグルタチオンのね独特な匂いが気になる方は、冷たい水で軽く表面だけでも水で流してあげるといいですよって言ったんですけど、コメント欄でそれ効果全部消えちゃうんじゃないのっていう方がいらっしゃるんですけど、効果は肌表面にはとどまりません。角質層の下に実は層が10から15とか20層ぐらいまであって、表皮、真皮層っていう風にあって、その下はさらに筋肉層にもなるんですけど、要は浸透させれば浸透させるだけ表皮層や真皮層の方にもしっかりと入っていくので、そこがすごくいいところでございます。剥がした後にそれはもちろん冷たい水で軽くパーって顔をキュッと引き締めた後にしっかりと美容液とかクリームで閉じてあげてくださいね。じゃないと確かに乾燥してしまいますので、そこはしっかりとケアが必要です。ただ別に冷たい水で顔表面上を軽く洗ったからといってこのピンクグルタチオンの効果がなくなるってわけではございません。OK。 本当はね化粧水先にねつけたいので、こっちを先に紹介すべきでしたね。じゃん、 SNP でございます。まあ SNP といったらもちろん皆さんもねご存知の通り、このゴールドコラーゲンシリーズが本当に本当に優秀です。ちなみにこのゴールドコラーゲンのトナー、エキスパートのトナーに関してはこのようにちょっとゼリー状っぽくねなっているんですよ。これが軽くこうやってボトルを押してあげると出てくるんですけど、コラーゲンを直接塗ってるかのような感じで顔全体にハリと弾力も与えてくれるし、ゴールドが入ってることで肌の熱を早く逃がしてくれるんですね。だから本当にこのスリーピングパックとこのトナーに関してもこのアイパッチに関しても夏マジでおすすめです。夏こそ絶対使ってほしいものです。スリーピングパックに関してはこれが新しいやつでございます。僕がね紹介するときはまだねパッケージリニューアル前だったんですよ。ちなみに新品ってゴールドのところどうしたらいいのって思うんですけど、あすごい、これはしっかりとまんべんなくゴールドがキラキラと、うわいやこれ素晴らしすぎる。マジです、マジコスパめちゃくちゃいいですよ。夜寝る前にこれを軽くね一すくい取って顔全体に塗って寝て起きるだけで、ベタつき感があるようなクリームとかアイクリームのあの感じもないし、かといって翌日起きた時の肌の栄養補給がされている感じ、寝てる間にどんどん抜けていく感じがないんですよ。そこがすごい良くて、で例えばだけ今これはねゴールドがしっかりとまんべんなくありましたが、これ前のパッケージのやつで、例えば購入した時にこうやってゴールドが下に沈んでる場合もあります。見えますでしょうか。この場合はどうしたらいいのって思うかもしれないですけど、一回そのスパチュラでグワーかき混ぜて OK です。なんでかというとその後また固まるんですよ、ゼリーっぽく。でガーってかき混ぜるとこのようになります。これ今僕が使っている絶賛愛用中の方のものですね。本当に遠慮なくかき混ぜて、その方がむしろゴールドとコラーゲンがしっかりと肌に栄養補給されるのでね。私今やっぱりトナーとグルタチオンのパックだけで今もうすでにもっちもち。そしてゴールドコラーゲンのアイパッチ、これもね僕の本当クマを改善してくれた本当に戦
立役者ですね。最近僕メイクさんに、ひょっくん最近クマないねって言われるんですよ。これを結構毎日のように使ってました。透明だけどうっすらとゴールドがあるの分かりますかね。このように目の下のこうギリギリのラインを攻めながら貼ってあげるといいですね。これいいところがマジで落ちてこないんですよ。これつけたまま僕ミーティングもしてたりしてるんですね。電話でね、ミーティングとかしてると表情筋動かすからだん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 落ちてくるパッチ類もあるんですけど、でこのアイパッチは全然落ちてこないですね。いやこれこれ、今こうやって触ってるだけでもここのひんやり度がマジで違う。うわ、今サーモグラフィーで今温度測りたいレベル、絶対こことここの温度全然違う。もう触った瞬間のひんやり感がマジで本当に。これもぜひアットコスメで見つけたら買ってみてほしい商品ですね。そして次、アイソイでございます。アクニドクターファーストブラックディープクレンジングフォーム。このクレンジングフォーム竹炭も入っていて、カオリンも成分が入っていて、そのおかげで皮脂はしっかり吸着するけど肌表面の水分が逃げないように保護はしてくれるんですよ。これがしっかりと黒ずみとか特にいちご鼻の人に絶対使ってほしい洗顔フォームなんですけど、もう本当に鼻の黒ずみとかもね、特にここの毛穴の開きとかも本当に僕の中ではすごいケアできたし、でも肌は突っ張りにくいし、本当にこの洗顔フォームが今僕の中で去年に引き続き今年も相変わらずこれが1位ですね。そしてアイソイさんと言ったらね、韓国でもですね、なんと十数年連続でねお店の中でも1位を獲得しているこれですね、ブレミッシュケアアップセラムと、そしてそれのパックですね。このパックね、1枚あたりは少々お値段は高いんですよ。でもそれだけの効果があります。ブレミッシュケアアップセラム自体がやっぱりね、高価なものの成分の詰め合わせでもありますが、毎日デイリー使いできる肌のトーンの色ムラとかも抑えられるし、すごいいいやつですね。でしかもこれアルブチも入ってますからね、美白機能性成分としてもね日本でも認証されている成分でございます。でそれのパックでございます。これもね使ってみたら分かるんですよ。本当に肌のトーンが均一化されつつ明るくなっているのを実感できますね。肌がいきなり真っ白になるってわけではないんですけど、本来の明るさにめっちゃ近づけてくれます。ケアアップセラムもね、本当に僕の中では使いやすい美白のベース美容液としても愛用しているものですね。でこのねバラの香りもいいんですよね。なのでアイソイも今回ね、ワンチャン大阪の方でこのパック売り切れる可能性もあるので、見つけたら先に買っといた方がいいです。ちなみに東京の方ではめちゃめちゃ売れました。あ、そう、アットコスメ東京さんに言われたんですけど、なんとヒョクのポップアップ、このビューティフルスキンフェスがですね、アットコスメさんのポップアップって1週間ずついろんなブランドさんやってるんですけど、その歴代の中でも売り上げ数で言ったらかなり上位の方って言われました。皆さん本当にありがとうございます。おかげでいろんなブランドさんにも喜んでもらえたし、みんなのお肌の味方にもなれたし、みんなが喜べるビューティフルスキンフェスを開催できて本当に良かったなと思いました。では次、じゃじゃじゃーん、美顔器と言ったらメディキューブさん、そして気に入ってるものと言ったらメディキューブさんの中でもグルタチオングローソームのこのセラムと、ピーリングの中でも最も愛用してるものと言ったらメディキューブのレッドピーリングセラムですね。これね本当に僕はずっと愛用してます。まあアハバハもちろんピーリング成分しっかり入っていますし、1週間に2回かな、僕のおすすめは3日とか4日に1回ぐらいを2プッシュぐらいこう垂らして顔全体マッサージして1分ぐらいしたら洗い流す。それだけで肌表面の古い角質もごっそり取れるし、で白いプツプツが気になるよっていう方いらっしゃると思うんですけど、それも本当に除去できますし、1回で劇的な黒ずみがバッてなくなるっていうのは難しいんですけど、継続したらマジで黒ずみ激減します。あなたのいちご鼻、これだけでも十分なぐらい悩みから解放されると思います。そしてもちろんグルタチオンね、まあ、これのいいところは本当にテクスチャーがねいいとこなんですよね。しかもメディキューブさんならではのコラーゲンも入ってるしね。あーいいね。今はワンプッシュだったんですけど、僕のおすすめはこれを2プッシュぐらい顔中にまんべんなく乗せた状態で、ブースタープロのモードがいっぱいあるんですけど、こうやって押すとブースターモード level 1、はい、こうやってつくんですね。で一番最初はブースターモード、いわゆるスキンブースター代わりですね、浸透率を上げるものですね。でモードっていうボタンがあって、これを押すとマイクロクレインモード、ダーマショットモードっていうのがあって、これは普通に当てると今こう光ってるの分かりますかね。これは中の筋肉層をこう動かして、肌の内側からのコラーゲンとかエラスチンの生成を促すもののモードですね。でこの
エアーショットモードってのがメディキューブさんでめちゃくちゃ僕も最初出た時に褒めたホームケアでダーマペンができるようなダーマエアショットですね。それは本当にマイクロ電気ニードルで肌に微細なねポールを開けることでその肌の再生能力を使ってハリも弾力もキメも整えて内側から肌がどん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 元気になってくるモードですね。エアーショットモードってのは当てたままじゃなくてこう当たるか当たらないか本当にギリギリのラインをこうやってそうするとチクチクっとはするんですけどお肌のためになると思ってぜひ使ってほしいモードですね。ブースターモードは基本的にセラムとかを塗ってある状態の上で密着させてリフトアップさせる感じですね。リフトアップでいったらこのダーマショットモードもいいですね。でこれがねマジでメディキューブさんの美顔器の完成形なんですよね。でこれもめちゃくちゃ東京で売れました。なので大阪の方でもですねネットで買うのがちょっと怖いよっていう方はぜひアトゴスも大阪にももちろんこれございますのでテスターも確か置いてあるのでもしよかったらテスターも使って購入を検討してみてはいかがでしょうか。続きましてドクターペプチさんでございます。こちらはですねあの展示のみになってしまうんですね残念ながらね。ペプチドボリュームリフティングプロエッセンスの方は展示のみで一応テスターとしては使えるのでよかったらぜひとも皆さん使って見比べをしてみてください。でこれがね本当にねいいんですよねドクターペプチのペプチドボリュームマスターエッセンスですね。まあ一番これがね皆さんの手元に取ってほしい商品でもございますね。バブルエッセンスがねこうやって出すとちょっとね薄い紫のものが出るんですけど肌表面にこうやってちょっと塗り広げて少し時間が経つと泡になるんですね。これがでそのバブルがプクプクプクってこう弾けながら浸透していく。でそれが通常のエッセンスよりも浸透力がさらに上がるんですよ。ほらだんだん出てきましたね。少し泡が弾けるのが肌で感じれますのでそうなってきたらこうやってプッティングして浸透させます。ドクターペプチさんといったらやっぱりペプチドのね豊富な配合量ですよね。エイジングケアといったらやっぱドクターペプチさんなの でそしてドクターペプチさんのペプチドボリュームリニューステライトアイクリーム、これは30代以降の方におすすめできるアイクリームですね。まさに乾燥による小じわを含めたるみとかあとは溝がちょっと、ね、気になるよとかそういった方に絶対使ってほしいアイクリームの一つでございます。なんでかというともちろんペプチドのね配合量もすごく高いんですけどヒアルロン酸を80入れてるんですよ。そこがねすごいね、まあ、僕もそうなんですけどやっぱり年齢とともにね肌の元気はだんだんなくなってくるからそこがすごいね補ってもらえる部分でもございます。そしてじゃん、ドクター G さんでございます。まあやっぱりブラックスネイルのねレチノールセラムがねめちゃくちゃいいですよね。先ほどですねペプチド塗りましたよね。そうなんですよペプチドとレチノールもすごく相性がいいんですね。ちなみに順番もペプチドが先の方がより効果は高くなりますのでいいです。でしかもブラックスネイルって保湿の爆弾ともねあの言われるぐらい本当に保湿力が高いんですよ。保水力が高いって言った方がいいのかな。肌表面に水分をとどまらせる力がすごい高いのがブラックスネイルなんですね。でそこにさらにレチノールしかも第3レチノール使っているので A 反応が出にくいものですね。それがあるからめちゃくちゃいいですね。純レチノールって変換される過程で A 反応が出るんですけどその変換がされないでそのまましっかりと肌にダイレクトに浸透されるから少ない配合量でもしっかりと効果を感じられる本当にいいレチノールですね。もうこれからのレチノールは第3世代と第4世代だけでもいいんじゃないかなっていうレベルですね。でドクター G さんといったらやっぱり韓国でねめちゃくちゃ売れてるクリームといったらやっぱこれですね。ドクター G のレッドブレミッシュクリアスージングクリーム、まあこれはねもう本当にもう何も言うことがないぐらい韓国でも家庭的なクリームって言ったらいいのかな。本当に誰もが使えるクリームでどんな肌タイプ肌悩みにも使えるクリームですね。特にレッドブレミッシュライン自体がやっぱりニキビ性肌の人のためにもしっかりとニキビの赤みとか炎症とかも落ち着かせるものをすごい研究が進んでいますのでそういった意味でもこのクリームは特に10代の方に使ってほしいクリームですね。思春期ニキビにめちゃくちゃおすすめなクリームでございます。あともちろんブレイトニングアップ3プラス僕ももう長年愛用しているものですね。 SPF50+ で PA が3プラスなんですけれども、まあ、これを下地としても塗ってしっかりとトーンも上がりますし肌の色ムラも統一にできますし何より紫外線のね遮断力も高いのですごくいいですね。でここにも書いてあるけどセバムコントロール力がねドクター G さんすごく高いんですよ。ただただ表面を塞ぐんじゃなくて皮脂が出にくく過剰に分泌されるのを防いでくれるクリームでもございます。さあいよいよ
オ大鳥はバイオヒールボーでございます。ついに大阪の方でもプロバイオダーム 3D リフティングクリームが販売できます。僕もねもう激愛用している電動入りのヌルハイフともね別名言われるこのクリームですね。いやこれは絶対に持っていてほしいです。さらに言えば僕は美白に特化させた日の時はこっちを塗る時もあります。あとは肌が敏感な日とか、それこそ例えばですけど美容クリニックとか皆さんなんかボトックスとかもし光のトーニングとかした時はこのパンテセルのクリームがめちゃくちゃおすすめでございます。こっちの方がよりテクスチャー柔らかいんですけど、20代以降の方にはマジでこのタンタンクリームがおすすめでございます。手で取っちゃいますね。クリームはちょっとこってりとしてるんですけど、20代以降のエイジングケアまずこれから始めましょう。でこれをね使い始めた使い始めてないだけでもだいぶ違います。30代以降にも激おすすめできるクリームですね。プロバダイムのね確かね複合の種類がめちゃくちゃ増えたんですよね。確かリニューアルしてからね。さらにテンションバイオームによってリフティング効果も高いんですよね。そこがすごくいい。で僕の本当に殿堂入りというかベスコスのアイクリームでもあるこちらバイオヒルボのビタミントーニングダークスポットアイクリームですね。こっちのアイクリームに関してはですね本当に僕がねずっと愛用している理由の一つとしては、若い世代にもアイクリームって実は使ってほしくて、でも多分アイクリームイコールなんかシワとかそっちメインでしょって思う方もいらっしゃると思うんですよ。まあもちろんこれは乾燥による小じわとかそのちりめんじわにももちろん効果がすごく高いんですけど、それよりもこのビタミンをイオン層無化しているのがすごく強くて、それが何にいいかというと、僕みたいにクマですね、あの目の周りがちょっと黒ずんでしまったよとか、やっぱり皮膚が薄いところでもありますので、若いうちからやっておかないとだんだんやっぱり摩擦のこの蓄積は溜まっていって肌がだんだん黒ずんできますので、20代前半からマジでおすすめなものですね。でしかもビフィダ入りですからね、乳酸菌入りなので肌の揺らぎも抑えられるから、ここだけじゃなくてこういうとこもやりつつ、あとこの辺のね、あとは僕鼻もです。ナイアシャミドも入ってるしビフィダも入ってるから、これのおかげでニキビもできにくいんですよ。顎とかニキビできやすい人は顎にも軽く薄くでもいいから塗ってあげるだけでもニキビができにくくもなりますし、本当におすすめなアイクリームです。だからクリームの代わりにこのアイクリームを薄く顔全体に塗ってクリームとして使うのも全然ありです。今本当にすっぴんですからね、見てこの自然なツヤ感、肌調子良すぎる。みんなの肌も僕はどんどん救っていきたいので、ぜひともビューティフルスキンフェスにお越しくださいませ。アットコスメ大阪の方でもですね1週間開催でございます。平日なかなか行けないよっていう方は土日だけでもですね、ぜひともこのスペシャルなイベント1週間限定ですからね、それ以降は一切このビューティフルスキンフェスございませんので、ただで何かがもらえる機会もございませんので、ぜひとも皆さんいらしてみてください。それではご一緒に今日より明日綺麗になりましょう。以上でした。バイバイ。あ、僕も大阪の方にはもちろん行ってねサインはさせていただこうかなと思っております。じゃあね